green, let go. はい、メイ君です。Core i5-14600K 買っちゃいました。なんで買ったかっていうとね、i9 と i7 はね、インテルの例の問題で信用ならないんで、まあ i5 でもワンチャンゲームできないかなと思って買ってみました。はい。で、新品なんですけど、今日は何するかっていうと、いきなり空割りします。もう動作チェックもね、めんどくさいんで、まあ、初期不良だったら5万円弱ぐらい、4万8000円ぐらいだったかな。まあ、ゴミになるっていうことで、はい。サクッと割ってみたいと思います。はい、ということでね、だいぶ使い回してる、空割りツール、まあ、こちらの方をね、使って、早速割っていきたいと思います。三角印をね、間違えずにね、セットしますね。これをね、間違えるとえらい目に遭いますからね。ヒートスプレッダーを横にずらして取るんですけど、これを左右間違えて出すと、表面実装を全部吹っ飛ばすことになります。実はメイ君一回やってますんで、はい、もう壊すの得意です。はい、ということでね、きっちり六角で蓋を閉めて、もうあとは力技で横の六角をグリグリとやっていきます。はい、でもうね、あっという間に取れちゃいます。ずるっといく感じがするんで、そうしたらもう終わりです。ただ止めてる3本の六角を外して、上蓋を外すと、出てくるともうずれてる。はい。ただね、もうあとは手でね、簡単に引き剥がせます。はい。で、ここについてる、汚くなるコアの上にね、くっついてるのは汚いやつね、こちらを剥がしてい、きたいと思います。はい。でね、台にね、いろんなところへ飛んでいかないようにね、一応マスキングを貼ります。台だけを見えるようにマスキングを貼ります。これね、あんまりグリグリくっつけちゃうと、もしかしたらね、テープの粘着力で表面実装をごっそり持ってっちゃう可能性があるんで、まあ染み込まない程度に適当にな力で止めますと。はい。でね、液体金属をちょっと垂らして、浮かしていきます。これでね、コアに台にくっついた、コアにくっついたね、最初のこれ何でしたっけね、ソルダリングでしたっけ、まあ、こちらをね、剥がしていきます。でね、本当はね、この液体金属を塗った後、リムバー塗った後、6時間ぐらい放置しておくとあっさり取れるんですけど、まあ、今回ね、メイ君先を急ぐんで、まあ、適当に塗ってゴリ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 やって、さっさと剥がしていきたいと思います。まあ本当はね、やる場合はここで半日ぐらい置いてください。じゃないと絶対取れないんで。はい、ということでね、もうサクッと塗ったらもうすぐ次の作業へ行きたいと思います。せっかちですからね。はい。でね、研磨剤ですね、研磨剤をつけて強引に剥ぎ取っていきたいと思います。まあ、綿棒でね、研磨剤ゴリ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 磨いていきます。ただね、やっぱりね、リムバー塗ってすぐじゃね、全然剥がれませんね。まあ、そこはもうしょうがないなと。はい、全く剥がれません。はい、ということでね、ティッシュで一回拭き取って、スクレーバーでね、金属スクレーバーでゴリゴリやっちゃいたいと思います。全然残ってますよね。うん、少しは剥がれたんですけどね。はい、ということでね、金属スクレーバーでね、薄皮1枚剥がすように剥がしていきます。ここね、あんまり力入れるとね、台ごとごっそりやっちゃうんで、適度に力を抜きつつ、かつ少しは力を入れないと剥がれないっていう、微妙な力加減で作業します。はい、だんだん取れてきましたね。
まあ、なかなか気使う作業なんですけどね、本来はね、もう躊躇なくやってますね。慣れって怖いね。まあ、その慣れのせいでね、まあ、今回、まあ、2個ほど壊しましたからね、まあ、前回と今回でね、本当に被害総額はそろそろ50万に届くんじゃないでしょうか、この本格水冷関係でパーにしたのが。やばいっすね。いや、なかなかがっちりくっついてますね。はい、ということでね、一応剥がし終わったんで、もう一回、リムバを塗って綿棒でコリコリやっていきたいと思います。はい、綿棒でちょっと塗り伸ばしたら、あとはまた研磨剤塗って、もう一回台をきれいにしていきます。まあ、今回ね i5 買ってみたのは、まあ i9 i7 が結局電力制限かかってるんで、全然コアのクロックが全然伸びないんですよね。それだったらまあ問題ない感じな、一応 i5 一応なんか乗ってはいないんで、これだったら問題ないのかなって勝手に思ってるんですけど、まあ、こちらの方でね使ったら心配なくゲームできるんじゃないかなと思って、まあ、今回 i5 組んでいきたいと思ってます。でね、i5 なんてね、そこまで熱いかねえだろうって、本格水冷で冷やしゃ十分じゃないかって思うんですけど、まあ、メイ君のあの水枕はね、ダイレクト大仕様な、冷却仕様なんで、どうしてもね空張りしないとくっつかないんですよ。なんで i5 をね空張りして液体金属で、ダイレクト大冷却したらね、動作温度って何度になるのかなっていうのはちょっと楽しみではありますけどね。まあちょっと組んだ後、ゲームやって何度ぐらいになるのかとか、クロックがどんなもんとか、 FPS がどのぐらいとか、ちょっとねなんとなく今から楽しみですね。まあ、ただね i9 と i5 ね倍ぐらい値段違いますからね、それが同じように遊べたらね i9 買う意味ないんですよね。それもちょっとね嫌だなって思うんですけど、まあ、どのぐらい出るのかね、まあ、皆さん楽しみにしててください。はい、ということでね、サクサクと磨いていって、今度はね、台とあのヒートスプレッドをと接着してたねものをね剥がしていきます。まあ、エレクトロクリーナーでねあのガンガン塗ってね、あのコリ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 スクレーバーでやっていけばねすぐ剥がれるんで、まあ、簡単だと思います。はい、で今回ダイレクト台の冷却なんで、正直このヒートスプレッダーはもう使わないんですけど、まあ、いつかねこの CPU 外す時があればね、またあのヒートスプレッダー戻さないと他では使えないんで、まあ、一応今後のためにこっちもね綺麗にしておきます。後でやるのはねめんどくさいですからね、どうせやるんなら一緒にやっちゃいましょうということでやっときます。はい、ということでね、まあまあ綺麗になりましたね。まあ、こんなもんですね、これ以上は綺麗にならないかな。はい、で両面テープを剥がしていきます。でこの時もね慎重に剥がさないとね、マスキングの接着力はまあ弱いから大丈夫だと思うんですけど、あんまりぴったりくっつけちゃうと、もしかしたら表面実装ねごっそり持ってかれちゃうんで、まあ、気をつけて剥がします。はい、手がね真っ黒ですね。はい、で続いてはね、台側の方の、粘着物を外していきます。はい、もうこれはねプラスチックのスクレーバーあるんですけど、表面実装ごとねごっそり持ってっちゃいそうで怖いんで、
もう爪でコリコリやります。もう信用できるのはね、自分の指ですね。もう指だったらもう結構ギリギリのところまで攻められるんで安心かなと。はい、ということでね、コリ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 やって取っていきます。まあ、まだねこれ新しい今日買ったばっかりの CPU なんで、はい、剥がしやすいですね。これ古くなってくるとね、は外しにくいかなと。あと個体差がありますね。あの台との接着にねめちゃくちゃあの持ってあるやつあるんで、そうすると剥がすの大変ですね。まあ、これは適正な範囲でくっついてたんで、まあ、割と簡単に剥がせましたね。はい、まあ、大体ね綺麗になりましたね。まあ、綺麗にやろうと思えばねいくらでも時間かけられるんですけど、まあ、今回はサクッとマザーに組んでいきたいんで、まあ、適当なところでね妥協しますって言いながらね今もう一回研磨してますね。ちょっと妥協できなかったのかな。メイクにしては珍しいなと。まあ、やっぱり綺麗に研磨してある方が液体金属塗った時の密着度合いは高くなると思うんで、まあ、その分冷却効率がほんのわずかぐらいは上昇するかなとは思ってます。まあ、ただね言うて今回は i5 ですからね、別にこれ多分シネベンチ回してもそんな100度とかはきっといかないんですよね、これきっとね。なんでこれダイレクト台で冷却したら一体何度ぐらいで回せるんですかねベンチね。まあスコアはね半分ぐらい出ればいい感じだと思うんで、まあ、あんまり期待してないですけど、ベンチとねゲーム性能は違うんで、まあ結果は実際のゲームをやってみてどうかっていう感じですね。はい、まだ爪でコリコリやってますね。気になるところがあるんですかね。まあ、この後ね表面実装にねあの絶縁のあのものを塗っていきます。なんかねマニキュアみたいなやつですね。真っ赤な、乾くと真っ赤になるんですけど、これをね一応塗っとかないとマザーボードを立てて使うと、まあ、そこそこねやっぱりあの垂れていくんですよね。なんであのコアから下側の表面実装とかやっぱ気になるところは一応絶縁処理しといた方がいいのかなと思います。まあ、一応あの EK のねダイレクト台冷却の水枕には付属であのコアの周りを囲うねスポンジみたいなのがついてるんで、まあ、万が一垂れてもそれで防げるとは思うんですけどね。はい、まあ、プラモデルの塗装っていうかマニキュアっていうかねそんな感じですね。あんまり塗りすぎないように表面実装を全部覆い隠すようにちょんちょんと塗っていきます。まあ、あの AMD のライゼンシリーズ、新しい AM4 のライゼンより表面実装の数は少ないんで、まあ、あんまり塗るところはないんですけど、まあ、この間あのライゼンの方も空割りしたんですけど、あっちは表面実装あるんで真っ赤になりますね。はい、ということで以上作業終了です。それではまたね。バイバーイ。